One day, a friend of mine who lives near the devastated area told me that there are stealings and even rapings and many other cruel things happening. It was really shocking to me because I scarcely heard news like that in Tokyo. And Japan was respected as well-ordered country after the quake by many other countries. I was searching in the internet to find that some of the right-wing groups in the devastated area are working as vigilante group. So I made a contact and interviewed them. Hi world and hi my friends from Spiegel in Germany. This is Richie in Miyagi, Japan. Miyagi is one of the place where I had a big tsunami. And these people are working as a vigilante group and patrolling the tsunami place to find criminals. この中で物色していろんなものをここに車止めて積んだりなんだりしてるやつらがいてね、うちのバスが来た時はバーッ逃げてって段階か。究極の状況にもうなっちゃったような状態ですからね。もうこの見て分かるように、もうそんな中で食べていくためにはもうしょうがない、何してもしょうがないっていう、ちょっとした窃盗だなんだかんだで捕まったやつらもやっぱりすぐに釈放されたっていう。チナ人の窃盗団に尽きるんですけど、もう本当すごかったです。ここはもうみんな泥棒でしたからね。電動のあの充電式のインパクトをもう軽トラ置いて、車からもタイヤもう外せるもん全部外してポイ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 で追っかけてったら、そこの小学校の体育館に全部集めてたんですよ。集合場所ですね。で夜は焚き火して集まってるんです。一人で行ったら危ないし、何するかわからないで、もうそこ確認することしかできないですね。あと警察に通報しても、いや情報提供ありがとうございました、それだけですからね。で相談して、大きい外線車で来たらどうでしょうかと、たらもうみんな一気に逃げ出しますので。先ほど現地へ行った時に、あの中国の窃盗団とかの話があったんですけれども、なんか聞いた話によると、あのご遺体からあの物を盗んでいく、場合もあるっていうことなんですけども、あちらの方にはやっぱりあのかなりの数の遺体が浮いてたり、まあ、沈んでたり、まあ、日に経つにつれてもう体もパンパンにガスで膨れ上がって、まあ、中国の方から来た、まあ、関東関西の方から来た窃盗団がですね、その遺体から、もうパンパンになって 指は取れないので、それをもう指を切断して持っていくとか、まあ、時計とかだ、こういうことがあったと、実際そういうことがあったと、綺麗なことばっかりじゃないと、そういうことを一つのね、あの教訓としてやっていかなきゃならないんじゃないかなと私は思ってるんですね。はい。All I know is that they have told me such things. But sadly, I thought that it can be true in such horrible situation. お疲れ様でした。ありがとうございます。